気圧の谷や湿った空気の影響で今日の県内は雲に覆われ、ところどころで雨が降っています。県内は昨日の午後、前線が通過して雨が降った後、涼しい空気が流れ込んできました。このため今朝の最低気温は栗原市駒の湯で 15.8 度、仙台で 21.4 度まで下がるなど、平年よりはやや高いものの、ほとんどの地点で8月以降最も低くなりました。久しぶりの涼しさで、仙台市内では長袖で職場へ向かう人の姿も多く見られました。日差しが弱いため、午前11時半までの最高気温は最も高い丸森でも 25.2 度で、その他の地点は仙台で 23.1 度など25度に届いていません。